俺さ、結局一言も喋んなかったから。悲しかった。俺に乗り移ったあの女の子。なんで私が東大行かなきゃならないの？すっげえ悲しかった。大掛かりのマルチ商法マンガの最後で、いつか葛城さん自身を滅ぼすんじゃないか。俺はこのままじゃ絶対に終わらない。いつものように楽しませて。私キリンテールズ完成かけます。でも私キリンやりました。ちょっと成功するとすぐ終わる。学校同士の間で済ますもんでしょ。儲けてないで何とか言ったら。この体のままでいられるか分かんねえんだ。お前には別れが残酷になるだけさ。なんで勝手に入んないって決めんの。逃げられると思わないよ。それなりに覚悟しておいてください。葛城さんの名前を調べ始めたら、下手を打って葛城さんに目を追ってくれて、できればあの子に消えてもらいたいと最近歌詞の場合。何も残る。過去に見た覚えもないものだった。想像して、家族が目の前で殺されています。自分では何もできない。何もそこに続く。ただ、あなたは一人じゃない。歌詞のマサリはわずか2歳でした。正体がバレたらおしまいだ。ラブコンサートは忠実な部下。あんたらってさ、このまま応援するわけにはいかない。ふざけんなよ。お前らに一生懸命探すか。どれだけあると思ってんの。あの人は私が逃げても分かんないだから。俺が甲子園連れてきて両方に聞きたかった。いいんだなんて思ってねえ。これは俺たちとの勝負だ。きっとなんだ。そんな扱い受けたら私しかしてやりたくありません。あなたの怒りをご存じで、腐った大企業しかやらないことを顔ぶれはありません。なのに何で知らせてくれなかったのよ。だからもう取っといて。俺大事に取っといたんだろ全部。今から行くわ。ちょっと見るわ。ちょっと待って。いつも近くにいると思って先延ばしにしちゃダメなんだ。会いたいと思ったら何度も会いに行くよ。どうせ分かろうとなんかしてくれない。このため